ミナス。カノンフェスタへようこそ、ミナフです。どうも、ミナフです。ミナフのボーカルのミナです。ミデキです。こんにちは。はい、ですね、今日はライブ、この後、その後、その後。この後、この後、あの後に。はい、楽しんでもらうわけですが、はい、今日はお知らせが珍しくあります。まず、はい、新曲が、毎回やるね。そうだね。カノンフェスタがね、こう来るたんびに、はい、新曲3枚目になります。今ね、これないんですけど。ないんですけども、よろしくお願いします。なんだっけ、ヒューマノイド。ヒューマノイドと、ナイトドリーマー、2曲入りで、はい、今回も1000円で。よろしくお願いします。はい、ナイトドリーマーが1曲目で、ヒューマノイドが5曲目か、はい、MC 明けの、ね、2曲後にやりますので、はい、ぜひ覚えて帰ってください。はい。まあはい、そして、今回他にもね、1枚目2枚目のプラネットハリケーン、うん、そしてエマージもあります。興味がある方は買ってください。ぜひよろしくお願いします、はい、と、今回は珍しく次回のライブの告知がございます、はい、すごい先なんですけど、まだ10月の2日に、はい、タイトル、はい、ミナフプレゼンツライブ2011、ルビジウムです。よろしくお願いします。はい、ですね、主催になるのかな。主催ですね、はい、僕らが主催 で、はい、で僕らの他に、2人、アーティストさんが出てくれる予定なんですけども、その子たちにも僕が曲を書いていて、多分当日は20曲ぐらい演奏するかなと思いますので、ぜひ秀樹祭りです。お願いします。はい、ついでに、10月2日私の誕生日当日なので、ぜひぜひ、はい、時間が、12時からですね、12時スタート、11時45分オープン、お昼なんですけど、場所が新大久保のクラブボイスさんでやります、はい、またあの、ね、告知とかは出していきますので、どこに出るんだ、はい、その都度、はい、チェックしていただければ、あとミクシーを登録されている方はコミュニティがありますので、みなふと、アルファベットで MINAF で、検索していただければ出ると思いますかな？かな、うん、じゃあまとめましょうか。まとめましょう。以上です。それでは本日も楽しんでいってください。よろしくお願いします。バイバイ。